フォキスの壁からの景色。古代は海岸と山岳部がもっと近かった。温泉が源泉の川。現代の浴場を円形に望む。テルモピュレはギリシャ中東部に位置する地名。古代にはテルモピュライと呼ばれた。カリモドロス山とマリアコス湾に挟まれた狭いなこの地には、イニシエよりアッティカボイオテアとテッサリアを結ぶ幹線道路が通過し、 防衛に適した要衝として、しばしば戦場となった。特に著名な戦闘は、紀元前480年に行われたテルモピュライの戦いである。現在は、海岸線が前進しているが、現在も、アテネから高速道路を使って北上する場合は、ラミアの手前で必ずここを通過することになる。行政上は、ギリシア共和国中央ギリシャ地方、フティオティダ県ラミア市に属する。 現代にリシャ語の発音は、シータ・アー・モパイルズで、テルモピーレスと転記されうる。古代ギリシャ語では、サーマッポライと発音され、テルモピュライと転記されうる。現代にリシャ語のカサレブサでも、同様に綴る。厚い通路、門を意味しており、熱線が湧き出ることからこの名がある。ラテン語では、サーマパリーと綴られ、テルモピュライなどと転記される。また、この綴りが、 英語などの言語での地名故障に踏襲されている。古代において、カリモドロス山の瞬間長家とマリアコス湾に挟まれた、この地の道路は、最も狭いところで15メートル程度の幅しかなく、防衛上有利な地形となっていた。この地での最も有名な戦闘は、紀元前480年に行われたテルモピュライの戦いである。ヘロドトスの歴史によると、 210万もの兵力を相手に3日間持ちこたえることができたのはこの地形と途中に築かれた門のよるところが大きい。また、紀元前191年にもセレウコ市長とローマの戦いが行われている。どちらもカリドロモス山中を迂回するアノパイア艦道を利用することで防衛側が攻撃され壊滅させられている。EN、サードセーリット EN。 バトルオブサーマパリー EN、バトルオブサーマパリー EN、バトルオブサーマパリー EN、バトルオブスペシャイス EN、バトルオブアリマナ EN、バトルオブサーマパリー現在は、国道脇に、テルモピュライの戦いで戦死した300名とされる、スパルタのレオーニダス王のブロンズ像が立っている。ありがとうございます。